私、エンマライダーの代表しております渡部正行と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやーね、奇跡の A型化ってちょっともう一回ねカットして、映画化ということで本当にありがとうございます。で、いやしかしまあ本当にこのスクリーンですよね、大スクリーンでね、本当のものが、あ、もしかして三宅監督ですか。ああ、そうですそうです、三宅監督です。三宅監督、はい、はい、あ、はじめまして、私、はい、星の巻役場の伏見支部のバンと申します。よろしくお願いします。バンさん、よろしくお願いします。いやいや、お世話になってますね。三宅監督、はい、映画初日おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、いやでもね、はい、これ、はい、いやちょっと、いやダメだ、年ですねこれ、ちょっともうグッときちゃった。いやいや当たり前じゃないですか、嬉しいですよ。だってね、これだけの皆さんと、はい、ね、この大スクリーンで、はい、ね、自分のみんなの作品がこう映画になって、嬉しいですね。本当に嬉しい、ね、舞台挨拶楽しみにしてますよ。いやいや、ありがとうございます。あ、はい、で、はい、あの早速なんですけど、はい、あの控え室は、控え室、はい、演者さんたちの、僕らはいいですけどね。そんなのないですよ。は？控え室って聞いてないです。いやいやいや、ダメでしょ、控え室ないの。いやいや、須藤ちゃんから連絡いただいてないんで。須藤プロデューサー、はい、何やってんのよ、また控え室なんかないですよ。ないって、なんて、だって三井まりのさん来るんだよ。え、今日三井さん来るんですか。当たり前じゃないの。初耳です。初耳、はい、なんでプロデューサーは、じゃなんだ、うん、なよっしゃ、ソーシャルディスタンス、うん、おっ、改めて、自分は劇団パンプキンデラックス隊ダンカン・ブロッサムです。本日の映画公開挨拶よろしくお願いします。ダンカン・ブロッサムのハイブリッドスーパー一発ギャグ、必殺技めーはーめー羽ばたけフェニックス。いやそんな面白くないでしょ。ブラスタムブラスタム。山ちゃん、はい、今日も気合入ってるね。はい、いや今日星の前から出していきましょう。出してきたんだ。じゃあ、ちょごめん、あのね、マスクしてくれてんだけど、はい、そんなでかいとちょっと怖いよ。もう一個ない。ああ、うん、よかったらこれ使ってください。マスクして。私物です。あ、ありがとうございます。私物ちゃんと洗いました。使ってんの。まあいいけど、まあ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 、ランガちゃんはいいわ。いやだからさ、ちょあ、なんだそのマスク。似合う。めっちゃ似合います。いやいやいや、ダンガさん違うんだって、はい、違うんだって。なんすか。なんかさ、今日また問題があってさ、控え室ないんだって。なんでって。だからさ、ナリノさんとかうるせえなの。なんだよ。ちょ、え、あれ、ジンちゃん、三宅監督、皆さんお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。え、なんですかそのマスク。じゃいいから。なんで、ジンちゃん何やってんの。あ、私ですね、はい、安全第一、黒田仁は、あの映画撮影の後、転職いたしましてね。転職？はい。私、安全第一、黒田仁は、あの大女優、三井まりのさんの専属、ボディーガードに就任いたしました。拍手！あれから？ボディーガード？ボディーガード？では、早速でございますが、三井まりのさんのご登場です。皆さん、盛大な拍手でお迎えくださいませ。マリノさん、ちょ、ダメですよ、マリノさん、出演者はまだ向こうにいないと。大丈夫、オーラ消してるから誰も気づいてないわ。ゴリゴリオーラ出てますよ。いや、とにかく隠れてください、早く。監督、なんだよ。自分も出演者なんですけど、ゴリゴリ主演なんですけど。それな、それな。あ、そう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 。集合集合、整列整列。ちょちょちょ、ジンちゃん、もうなんすか。私ね、はい、こうやって皆様の前で演技したりご挨拶する前に必ずやってるルーティーンがあるの。そのルーティーンとはなんだ。クイズ。ビバー。はい、旦那さん、こん
なポーズをする。ブブー、それグローバルのポーズ。あーピンポン。はい、あなたルーティンでしょ。あ、ヨガとか。ブブー、惜しい惜しい。あ、じゃあピンピンピンポン。はい、見たけ監督。こういうポーズをする。おお、それギリュウ特戦隊が2人になった時にするギリュウのポーズ。ブブー、違うの。はい、時間切れ。ではマリドさん、正解発表お願いします。正解は、必ず事前に楽屋でイタリア産のアロマオイルでマッサージしてから舞台に出演することに決まってんの。マッサージ。それも私の仕事でして。いや、急にカッコつけ出したわ。ジンちゃんの視圧すっごいエキゾチックなんだから。やばい、できてんな。で、監督、 あれは控え室マッサージしてくるわ。バンちゃん、あんた控え室は、控え室は、控え室は、で、知るかい。ああ、マスク、マスク。あ、さっき頂戴したんです。で、なになに、で、控え室どこ。もう時間ないでしょ。大変申し上げにくいことなんですけど。何よ。ね、旦那さん、はい、旦那ね、かんちゃどんどん、あれ、何かしら。ですね、申し訳ない、すいません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 。何が。いや、ですから、控え室、すいません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 。あれあれあれ、イライラしてきた。あ、ちょっと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 、おかしい。マリオさん、マリオさん、ちょっといろいろバタバタでして。バタバタ。はい、緊急事態なんです。緊急事態、ペット棚なんです。ペット棚、そうなんです。何をしないで。あなたたち一体何を学んできたっていうの。バタバタ、緊急事態、前途多難。そんなもの私たちいっぱい巻き込まれてきたじゃない。むしろそれありきだったでしょ。そのたんびに知恵を振り絞ってきた。そしてここで動いて、手を取り合って一つになって映画を撮った、うん、そしてこんなにも頼もしい仲間たちができたじゃないの。私たちはまだ旅の途中なのよ。いえ、ここからが始まりなの。だから何があっても私たちは大丈夫。三井さん、三井さん、ありがとうございます。で、何バタバタって何。今日控え室がないんですよ。ない、そんなんどこだっていいじゃない。あ、ほらほら、一回カフェがあったでしょ、そこにしましょう。でもマッサージは。カフェでマッサージ、新鮮。おー、よかった。じゃあ皆さん、カフェの方にご案内します。あー、しまった。何、皆さん、もう舞台挨拶の時間です。どうするんですか。すいません、自分時間うっかりしてました。はい、ということで、ただいまより舞台挨拶を始めたいと思います。役者の皆さんの登場です。はい、皆様一言ずついただきます。はい、ではまず私から、脚本を務めさせていただきました、バン拓也です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと自分のことなんですけど、小学校の時に初めて、映画を見たのが伏見の映画館で、ジュラシックパークが初めての体験でした。その時はお父さんとお母さんに連れられて来てまして、今日お父さんとお母さんが見に来てくれてるので、なんか、親孝行じゃないですけど、すごくちょっと感動しております。今日来れなかったメンバーも、いっぱい LINE してバンちゃんよろしくって伝えていただきました。お客さんによろしくと。はい、ということで皆さん最後までごゆっくりご覧ください。泣いとるよ。すいません、ちょっと感動しました。はい、弾丸役の研修で本日はありがとうございます。一言お願いします。今日ボツになったネタだけやるの。かーめーはーめー。は
さっきおい残った突っ張りありがとうございました。いいっすよ、拍手。じゃあ山口さんお願いします。はい、黒田仁役の山口雅也です。黒田仁がこういう風になる前までが今日映画でやりますので、なんでこの人こうなったんだろうっていうのをちょっと見てでしたらいいなと思います。ありがとうございました。トムさんお願いします。はい、三井マリノ役のトムと申します。そうですね、今仁さん言った通りなぜこういう経緯になったのか改めて確認していただけたら嬉しいです。そして映画版ならでは あの違いがございますので、舞台版とぜひお楽しみいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。渡辺さんお願いします。三宅監督役の、渡辺正行です。本日は本当にありがとうございます。ですね、まあ、いろんな思いがあってとかっていうのは多分ね、どの演劇でもどの映画でもみんな一緒だと思います。はい、ただこうやって公開ができまして、これだけの多くの方にまず見ていただくとっていうのが本当にありがたいと思っております。でまた今後のですね、活動などもまだまだ名古屋で終わるわけではなくですね、ちょっとまた発表できるように動いておりますので、まだまだ応援の方よろしくお願いします。また初日ですのでぜひね、もう写真を撮ったからにはね、とにかくつぶやいていただいて、ね、もう3回ぐらい来るような、ね、感覚で、はいね、皆さん、いや冗談ですけど、まあ、いろいろ、ね、展開していく、なんか舞台とまた違うなと思うのが、その舞台って、まあ、打ち上げ花火みたいな、かっこよく言えば、終わりって感じなんですけど、それをね、東京の今監督が本当にその映画化にしないかと言っていただいて、まあ、見ていただければ分かるんですが、しっかり映画になっております。で、ね、自分たちの作品がこうやって違う形 でしかもまたこういろんな可能性を秘めてというのは、まあ、僕はちょっと演劇人なんですが、ちょっとそういう感覚は初めてで、こうどうなっていくか、楽しみにしています。